で、この4つの機能が同時に動きますので、すごく1回の変化が出ます。こんにちは、大人女性の美容事件ダイエット担当のゆきのです。よろしくお願いします。皆さん最近どうですか？コロナで自宅に引きこもっていらっしゃいませんか？そうするとウエストあたりとかお肉がブクブクとついてきてませんでしょうか？体が冷えたりしてじっとしていたりすると、体の表面がボコボコとなってセルライトっていうものができてしまいます。で、それができてしまうとハンドではなかなかやっつけることができません。そういう時はマシンがすごく効果的です。よくね、皆さんに聞かれます。どんな機械がいいんですか？キャビテーション、それともラジオ波、それか EMS って聞かれます。さて、どれがいいと思いますか？実は全部です。キャビテーションっていうのは、実は超音波の働きで、この振動でカチカチのお肉をやっつけてくれます。だから筋肉質の人とかでもいいですし、ボコボコした筋肉にすごいです。セルライトを分解してくれるので、体験してる人はキーッていう音が響きます。耳元まで骨伝導して響いていきます。その音でセルライトが潰れてるのを実感していただけます。で、もう一つのラジオ波っていうのは、ちょっと柔らかめのお肉の人なんかにも持ってこいです。パルンとしたお肉にもいいですね。これは温熱で脂肪をじわーっと溶かしておきます。で、表面のお肌も張りを持たせてくれますので、キュッと引き締めてくれます。じわじわと温まってくるので、すごく腰痛の人とかも肩こりの人にもこれもほぐしてくれますので、すごく気持ちいいっていうふうに言っていただいてますね。で、こういう機械を1個ずつ使うのっていうのも効果的なんですけれども、ここにあるのはそのキャビテーションとラジオ波が同時に動きます。そしてこれはね、もう2つ動くんですね。無痛のレーザーっていうのも稼働します。脂肪細胞のみに反応してカスカの状態にしてくれます。で、先ほどのキャビテーションやラジオ波で潰して溶かしたものを流れやすくします。それとちょっと見てください、赤く光ってるの分かります？これ実はコラーゲンライトといいまして、高速でその老廃物を流したりとか、あとは表面もきれいにしてくれます。で、この4つの機能が同時に動きますので、すごく1回の変化が出ます。はい、こんな感じで出てます。ビフォーアフターのこのウエストのくびれ感すごいでしょ。こんな感じで結果が出ますので、とても効果的です。この機械の後にですね、EMS っていう機械を体験していただくと、締まり感がグッドアップします。この EMS っていうのは、電気で筋肉運動をさせます。体に巻いて電気をスイッチを入れると、ピクピクピクッと受け付けいたしますので、グッと引き締まります。で、この後にですね、リンパマッサージをしっかりすると、次の日に老廃物が出て、引き締まり度がグッと増しますので、ぜひぜひご体験に来てください。今回はご視聴いただきありがとうございました。またねー。